はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけどね、今日はねこちらです。この工具箱が2つ写ってますけどね、まあ使っていて、まあ便利な工具っていうのをね、まあちょっと紹介していければなっていうところです。これね、工具紹介してくださいって結構コメント来るんですけど、なかなかねそういう動画も作れなくて、でまあね年末年始のまあね間に、休みの間にねちょっとそういう動画をいっぱい撮っておこうっていうところで、作業じゃない動画が最近ずっと上がってると思いますけど、まあその辺のね動画として、また今回は工具を紹介するっていうところ、まあちょっといっぱい種類があるんでね、まあ抜粋してちょこっと紹介できればと思いますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあまず一つ目はね、もうこれですね。この工具、これがものすごくね便利がいいんですよ。ちょっとね使い方を説明しましょう。でこれね、こういったまあ工具なんですけど、ねこの部分をねこう押すことによって、ここが緩むと、ここがねこう緩むと、この部分が押すと緩むと、でそのここの部分ですよね、この部分映るかな、この部分がこうこういう風になるみたいな、こう感じの工具です。これだけだとわからないかもしれないですけどね、だからここがこう閉まっていくとね、ロックがこういう風にロックがかかると、でこの部分がね閉じていくっていう工具ですけど、これねラジエーターのアッパーとかロアとか、まあ何でもいいですけど、そういうクリップ系をね押さえつける工具です。まあですのでね、ここの部分ですね、まあここだと別に普通にじゃあ押さえるね、ペンチみたいなね、そういうのでもいいんじゃないかなって思うんですけど、意外に便利がいいんですよ、これが。まあ、こういうとこではあんまり自分も使わないんですけどね、とりあえず意味的にはで、こうするともうこれがこう動くと、ロックしてるからこうね普通に回るっていう感じになってますね。このままスルッていくと、じゃあこれをねどういう時に使うのがいいのかっていうと、例えばここのバンドが下に向いてるとか、もしくはねまあ奥まったところにある、奥まったところにあって、ね普通にペンチが入らない場所にこういうのをね、こう奥にこうグーッと入れていって、中でカチャ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 っとして緩めるっていうのができるっていうね、それがまあこの工具のねいいとこですね。次ねおすすめはね、こちら六角レンチなんですけどね、ただの六角じゃないですよね。ここの位置がものすごくショートなんですよ。なんでこういう風にね見てもらうと分かりますけど、長さがねこう違うとね、こんな感じで見てもらったら長さ違いますよね。これが結構肝で、狭いところにね結構入るんですよね。だから例えばこう、うちの場合よくやってるのはこういう風にね抜いてるのがあるんですね。このビットだけでメガネで回すとかもするんですけど、それでもやっぱ入らないとこってあるんで、まあ、そういうところがねこの短縮してる、こういったのがものすごく役に立つ、狭いところに入るっていうので非常にねこれ便利なんですよね。だからこれおすすめ工具ですね。はい、じゃあ次ですけど、次はねこちらですね。これね光剣っていうメーカーのねソケットで、まあ何回かこれ紹介してるんですけど、ここにね光剣っていう風に書いてますね。このね中側にねボールみたいなのがあるんですよね。ちょっとわかるかな、あるかな、ここにボールがね映ってますね、この部分ですね。でここでねネジが食いつくというところです。だから磁石でくっつけるタイプじゃないんで、まあ例えばステンレスとかであってもね大丈夫なんで、あとねここのバネとかね、この辺も交換部品が出るんで、へたってきたらねちゃんとねリペアもできるっていう風になってます。まあですんでね、こういうボルトをこういう風にはめた時にもうこういう風にね落ちないと、こういう風に落ちないんでいいんですよね、これが。だからまあマグネット系のもあるんですけど、まあ、こっちの方もね意外に使い勝手がいいんでいいんじゃないかなと思います。次おすすめするのはこちらですね。このブルーポイントのね磁力をね浴びせるっていうツールで、まあ、ドライバーだったりとか、まあ、スパナとかでもいいんですけどね、メガネとかでそういうのにも磁力をつけることができます。でここにねプラスっていうふうにねこう書いてますよね。ここでこうすることでこう磁力がつくと、でこうするここですることで磁力を抜くっていうことができるんですよね。で磁力を今抜いてますので、ここにねまあボルトがあります。まあボルトね、これをこうしてこうするとつかないんですよね、つかないですね。で次にねここでこうすると磁力がつきますので、こうするとつくと、こんな感じのねこういう工具なんで、これね非常に便利ですね。はい、じゃあ次こちらですね。このスナップオン、こちらのねスナップオンの
このスパナーですね、このスパナーがいいんですよ。で何がいいかっていうとね、この部分ちょっと分かりづらいかな、こう切り込みがね入ってるんですよね。この部分ですね、ここに切り込みが入ってるんですけど、これがねめちゃくちゃいいんですよ。要はね、メガネがかけられないようなところでもしっかりとねこう食いついて回せるとね、だから錆びてるやつとか舐めかけてるのとかでもかかりさえすればね、もうしっかりと食いついて離さないみたいな感じで、ね、スパナーはスナップオンはねこれはいいと思いますね。非常にねこの部分が画期的な作りをしてるんじゃないかなと思います。これはいいです。で次ですね、次もねこれまたスナップオンになるんですけど、こちらのねここですね、このここはねちょっと変わった作りしてるでしょ。これもスパナちゃスパナなんですけど、早巻きのスパナっていうので、まあ簡単に言うとこう引っ掛けてこうしてこのはめた状態でねこういう風にね要は回せるみたいな感じで、早巻きスパナみたいなやつなんですよね。だから形がこういうような形をしているというとこです。じゃあちょっとねやってみてみましょう。こんな感じのね10ミリのを入れてこういう風にすると、でこうちょっとねこれスルスル回りすぎて、ここの周りがね良すぎてあんまりあれなんですけど、ちょっともうちょっと食いつく方がいいですね。だからタイロットとかそういったのはね結構スムーズにねいけますね。という感じですね。次はねちょっとこちらです。ちょっと変わったツールなんですけど、こういったねここがねメガネになってるんですよね。でメガネのラチェットになってると、でこれの使い方のいいところが、要はですねまあ手が入らない変な場所とかに、まあ、ここを引っ掛けると、で引っ掛けた時にねここがハンマーになって叩けるようになってね、ハンマーで叩くっていうのもできます。さらにねこっちこのねスライディングハンマーのこのツールをねここに装着するっていうね、こういう風になるんですけど、こういう風になるんで、まあ、こうはめている状態でカンカンっていう風にやれると。でさらにですね、じゃあここを見てもらうと分かるんですけど、12って書いてるんで12しか使えないのかっていうとこですよね。12の六角形になってるんで、それ以外にもねちゃんとアダプターがあるんですよ。そのアダプターがねこちらですね、ここが六角形になってて、こっちが四角形ですね。ここ8分の3になってます。でまあここにねこの六角形の部分をこういう風に装着すると、ここにもうソケットが装着できると。だからまあこんな感じでこうソケット装着して、まあ、行った先でこうやって回すと、で力が入らなかったらこちらでこういう風にやってもいいし、ここをまあ叩くっていうね形でもいいんじゃないかなと思います。これってね、めったに使う工具じゃないですけどね、まああればたまに役に立つかなっていうねツールですね。なんかこういったとこですね。で次のねおすすめ工具はこちら。これね意外に便利なのがこれね何かっていうとベルトですね。まあ仮にこれがねなんていうんですか、まあ、ベルトだったとした時に、ここにこういう風に入れて、まあ、こう向きにした方がいいかな、こうした時にベルトをこう回してベルトをクッとたわませるみたいな時に使うんですよね。これでまあこういう風に差し込み口がついてるんで、例えばこういう風にラチェットとかにこう装着して、でベルトをねこうグッと最後を締めてこうキュッとねキュッとベルトを巻くみたいな、だから手でこうグッとできる押して縮められるってなったら全然いいんですけど、たまにね硬いのがあるんで、そういう時はこれをこうベルトに挟んでこうベルトをキュッとキュッとベルトをねするみたいな、そんな感じですね。で次はねこちらですね。これねベッセルっていうメーカーの電動のねドライバーなんですけど、まあ最近ねちょっとしたので使うんですけど、やっぱり電動系は何でもそうですけど使い出すとねもう癖になるかなっていうぐらいあります。でここにねこういう風にこうすることでねこう回る向きが変わるんですよね。こうこんな感じでっていうところと、あとまあここにライトがついてるんで明るくなるっていうのと、あと締め込んでて最後はもう手でこう締めるっていうこともできますね。こういう電動のねドライバーですね。こういう
そしてね、次ですね、まあこちら、まあ電動ドライバーが出たら必然的にこちらが出ますよね。これまあ電動のラチェット、まあ別にこのメーカーじゃなくてもいいんですけどね、これパワーがあるんで緩めるときはいいんですけどね。閉めるときとかは、まあ、まあもちろんね、使うときまずこれですね。で一応ね、ここの部分にこう明かりがつくんで、こういう風に明かりがつきます。であとはここをね、こう回すとか閉めるとかで、こっちの向きがね、こうとっていう風に変わります。であと押さえるこの強さ、この押さえる量で、あのトルクが変えれるんで、で締めすぎてねじ切るっていうことが起きないようにね、だからこう最後の方は緩くするとかね、細いものは緩くするとかっていう風なやり方をすれば、こういう使い方ができます。はい、じゃあ次はね、こちらのライトですね。でこれね、ライトがこうつく、ね、光りますよね。でもう一回押すとね、こう弱くなるっていうのがあります。でなおかつね、この部分がこういう風になる、これフィリップスのねライトです。でこういう風にもなりますし、この状態でここがこう動くと結構だから使い勝手がいいと。でなおかつここにこうすることで磁石にもなってるし、あとここですね、これがあるんで、あのまあくっつかないとこでもね、こういう風にアルミのボンネットとかこういう感じでいけます。これなかなかね、こう使い勝手がいいですよ、こういう風な感じで使うと。でまあそうなってくると次出るのがこちらのねライトですね。このライト、ここもねまたつけるとこういう風について、もう一回押すとこういう風に弱くなると。でなおかつですね、あのこの部分ちょっと分かりづらいかな、この部分がね、あの何ですかね、柔らかい生地が張ってるんで、あのボンネットとかの裏にくっつけてボンネット照らす、下のエンジンルームを照らすっていうこともできると。でなおかつね、あのこの部分が、この部分がですね、こういうふうに動くんですよね。こう360度回転すると、そしてなおかつこう伸びると、ね、こういうふうに伸びるんですよね。だからこうすることで、あの、ボンネットとかのね、とこに入れて、これを伸ばしてくっつけて、ボンネットのね、あのとこから照らすと、エンジンを照らすとね、こういうふうに照らしてっていう使い方ができます。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあね、ハンドツールを主体としたまあ紹介でしたけど、まあいろんなね、あの便利ツールがありますんで、ブランドもね、正直ね、いいブランドが絶対いいかっていうとそんなことはないんで、あのまあそこはね、もう好みでね、あった方がいいと思います。だからまあせめてね、あの精度がいる工具だけは、精度が出てるね、あのメーカーのものを使った方がいいんじゃないかなと思いますね。だからあのスパナとかでも安いのを使うと開いたりするんですよね。金属が柔かったりだとか、あと精度が甘かったりとかして、あの硬くてね、あの回すとスパナが開いて舐めたりとかっていうのもあるんで、まあその辺とかはね、やっぱりちゃんとした工具を使うとか、ドライバーとかでも安いやつでもね、あのしっかり食いつくやつとかいくらでもあるんで、もうそういったのを使ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、そこも好みがありますね。まあ、スナップオンのね工具も、あの本当永久保証って言ってますけど、何でもかんでも永久保証でもないし、あの効くの効かないのとかってね、保証が効く効かないの結構あるんで、まあ、そこら辺もね、何とも言えないです。あのバンセールスの人が結構自腹してるパターンも結構多いですからね。まあ、そういった感じでね、工具はもう本当自分のニーズに合ったね、工具を使えば、安かろう高かろうはね、どちらでもいいと思います。ね、安い工具でいいものがいっぱいありますんで、ね、ただね、やっぱりそのうちの場合スナップオンが多いのって単純にあの付き合いなんで、ね、バンのセールスの人も自営業なんで、その人たちのね生活をちょっとでも豊かにしてやるために、まあ、協力しているのかなっていう風な意味合いのね、まあ、人付き合いっていう部分が多いんでですね、まあ、そんな感じです。またね、あの公開ね、あの今回紹介しきれなかったね、まあ、ハンドツールであったりとか、あと SST とかね、また紹介できたらね、紹介したいなって思います。それではね、次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。